待たせいたしました。サンデーカップ本日の最終試合第6戦です。男子ブルーレイ、それでは選手の入場です。まずはレッドサイド、画面左です。ネクサスフェンシングクラブ、敷根隆弘。対する画面右グリーンサイド、中央大学長野雄大。改めてご紹介しましょう。画面左、敷根隆弘。対するは画面右、長野雄大。この試合の審判員は浜野忠が務めます。それでは試合の準備よろしくお願いいたします。さあ、協会 YouTube ご覧の皆さん、解説者今日初の解説でお呼びしました。お名前をお願いします。はい、法政大学所属鈴村健太です。よろしくお願いします。鈴村健太選手にお越しいただきました。鈴村選手、先ほどピストの上で見ていたんですが、ダウンの方は終わりましたでしょうか。はい、しっかりとダウンして解説の方に来ました。よろしくお願いします。はい、はい、ということで鈴村選手にこの試合解説していただきたいと思います。ちょっとね、聞きづらいんですが、ちょっと試合始まりますね。はい、あれがかかりました。まず最初のポイント、飛び込んでいった両者攻めに行きましたが、取ったのは長野雄大。先ほどの試合お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、非常にね、聞きづらいですが、どのような、今お気持ちでしょうか。そうですね、前回は今、右手の方でやってる長野選手と戦ったんで、その時には負けてしまって、ちょっと悔しかったので、今日は絶対勝ちたいなっていう強い思いを持って戦った結果、勝てたのですごく嬉しいです。はい、ということで今ね、前回はこの今プレイされている長野選手に、敗戦ということで、監督からお聞きしたんですが、もうぜひ出してくれるなら僕出してくださいという強い懇願があったと聞いたんですが、そうですか。そうですね、やっぱり一本勝負になる前までは、僕が14本でリーチかけてたんですけど、そこから食られてしまって、それがすごい悔しかったので、絶対もう一回チャンスがあるならやりたいなと思ってたので、今回そのチャンスがもらえたので、もうそれはやっぱり絶対勝ちたいなっていう思いで、なんとか勝ててよかったです。はい、その中で迎えた今日ということでね、勝てた勝利というね、結果に収めたんですが、試合開始最初からもう勢いが、もう意気込みが感じられたね、ゲームでしたよね。はい、そう、やっぱり斉藤選手はすごくアグレッシブなフェンシングで、やっぱこう前にも後ろにもすごい力強いフェンシングをするのを知っているので、そうですね、やっぱそれに絶対最初から負けちゃダメだなと思ったので、はい、もう最初から結構こうガンガンプレッシャーかけて勝負していったのが、今回はうまく僕が点数を重ねることができたなと思うので、ちょっと自信がつきました。はい、自信がついた。いやー、このカップ改めてあってよかったというか、やってくれてよかったね、本当に。そうですね、やっぱりこう試合がなかなかなかったので、自分が今までコロナの中でもしっかり練習してきた結果をこう出せる場所がなかったので、すごく嬉しいですし、よかったなと思います。はい、ということでね、このコロナに負けない協会の努力、選手には十分伝わっている、ね、大会となっております。さあ、ということでね、試合の方を見ていきましょう。3対3の今同点となっています。画面左、敷根隆弘、そして画面右、長野雄大です。さあ、ポイント取ったのは長野雄大、1点リード。なんて言うんですか、同じ東岡選手、日本代表の中でこの2人を見て、鈴村選手からどういう風な選手に見えますか。そうですね、やっぱり敷根選手はこう前に前に手を引きながら、相手のこう相手をこうどう突こうかっていうようなこう見ながら戦うのが得意な選手で、長野選手は相手のこう自分がどこで勝負できるかっていうのを15本の中で探しながら、こう点数を重ねていくタイプなので、すごく面白い戦いになるんじゃないかなというふうには期待しています。はい、前回、ね、両者ともに第1回サンデーカップは勝者ということで、はい、
敷根選手は前回の試合は本当になんていうんですかね、大人のフェンシングと言っていいですか。そうですね、はい、非常に技を使って攻めるときは大胆かつ、ね、繊細にという、そういった上手なフェンシングを見せてくれた。対して長野選手はじわじわと相手を追い詰めて仕留めると、ね、返すといったようなフェンシングを見せてくれましたが、はい、もうまさに良さが出ていた、そんなフェンシングでしたか。そうですね、やっぱりこう両者のやっぱいいところが出た結果、やっぱ前回 その第1回はお互い勝ってるなと思うので、まあ、それで今回はその第2回で勝った者同士の戦いなので、すごく楽しみにはしていました、うん、はい。まあ、あわよくば正直な気持ちお聞きしましょう。自分がここにいたかったですよね。もちろんそうです。そうですよね。やっぱ勝ってここに今日その鳥でやりたかったなと思います。まあ、同じライバル、はい、まあ、ここに勝って日本一世界一を目指していきたい中ではありますが、同じチームとして、この2人がいるっていうのはどう感じます？そうですね、やっぱりこう今この練習がなかなか思うようにできない中でも、みんなでこう汗水流してしっかりと練習できているので、その中でこういつこの世界の大会があるかは今のところはまだはっきりとは決まってないんですけど、やっぱりそこでも勝っていかなければいけないので、はい、まあ、こうみんなで強くなってやっぱ世界で一番強い国が日本になれればなと思っているので、まあ、本当に個人としては本当に好敵手、ライバルの、しかもライバルの中でも自分が一番になりたいのは当然ですが、チームとして見たときに非常にね、もちろん自分も含め心強いチームメイトですよね、この2人は。そうですね、やっぱり年代も近いですし、はい、まだまだこれからどんどんその世界のトップの選手たちと戦っていけば、やっぱりもともと活躍もできるんじゃないかと自分も思っているので、うん、やっぱまずは日本の中でも負けたくないですし、まあ、その後はやっぱ世界でも負けたくないので、うん、やっぱりこう周りにそういう選手がいるっていうのはやっぱりすごく嬉しい、ありがたいことだなと思ってます。本当にね、今視聴ご視聴中の皆さんも思ってると思いますが、日本のフェンシングメダルを獲得するというのはね、本当に願っていることだと思いますんでね。そうですね、はい、皆さんの思いもここで伝えさせていただきます。ぜひ東京2020でね、はい、頑張ります、はい、ぜひ応援お願いします。はい、ということで男子今日の最終試合です。男子フルーレ点差は4対8ということで4点差となっております。そうですね、今のところの試合展開は少し敷根選手がこう権利を持っているんだけど、まあ、つけてないっていうので、はい、まあ、中野選手がうまくポイントを重ねているので、はい、少し敷根選手はちょっと展開が苦しいのかなと思っているんですけど、でも敷根選手はやっぱりこう後半にラッシュをかけて点数を取ることもできるので、まだまだどうなるかは分からない展開だなと思っています。はい、さあここは仕切り直します。敷根選手としては、あの攻め、もちろん攻めも上手なんですが、相手を見てから繰り出すカウンター返しというのは非常に、ね、得意な選手に見えるんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり敷根選手は身長も高いので、ええ、こう手を前に出して相手にこう牽制をして、そこから自分の得意な攻めに展開したりとか、あとはやっぱりこう相手の頭の上から、まあ、振り込みというんですけど、背中を突く技も得意なので、まあ自分がこう見えない部分から、まあ背中にいきなり剣が飛んできてやられるっていう展開も持っているので、まあその辺がうまく今回はちょっとまだワークしてないので、その辺をこの後半2セット目からはうまくこうタイミングがつかめれば、もう少し点差も縮まっていくのかなと思います。はい、中野選手は今自分の得意なところで勝負できていて、点数が重ねられているので、うんうん、すごく展開としてはいいのかなというふうに感じていますね。もちろんね、点差の通り優位に進めている長野雄大選手ですが、最初のブレイクセットに入ります。残りの時間は20秒。そうですね、ここから2セット目が最初の入りでかなりやっぱり変わってくると思うので、はい、敷根選手はここから一本一本やっぱり失点をなるべく減らすことがやっぱり大事かなと思うので、うん、すごく楽しみな2セット目の始まりだなと思います。いや本当にそうですよね、おっしゃる通り、まあ、あの先ほど言いました、敷根選手の得意技というか得意な背中を突くというポイントですね。まさに前回の試合の最後のポイントでね、そうですね、決めてくれましたが、はい、あれですよね。そうですね、やっぱり身長あるのにジャンプして背中を突くっていう、なかなかあれはできることじゃないので、あれをやられたことはありますか。何回もあります。あ、何回もありますか。はい、僕やってる側からするとどんな景色になってるんでしょう。あ、そうですね、僕身長182センチあるので、なかなか上から突かれるっていうのがないんですけど、気づいた時にはもう
足しかない、足しか見えないんだけど、視界の中に下半身が映っていて、はい、それで背中をポンって突かれる、背中についた鈍痛というか衝撃があると、はぁ、うわ、マジかみたいな感じで、まあ映像で見てると簡単にやってるように見えますけどね。そうですね、やっぱりこっちも全力でアタックを打ち込みにいっているので、うんうんうん、その時にはもう、あ、やべ、止められたと思ったら背中にちょんって上手に突かれてる感覚でそれは真似できるものですか。いやー、まあ、やろうとしてできるものですか。やろうとしても、まあ、できなくはないんですけど、はい、やっぱりそこまで多様はできないので、まあ、綺麗には決めづらいかなと、ね、なので前回 の14本目で取った時みたいな、うん、ああいうのはやっぱすごいなと思いますね、はいはい、と言っているところで14対4、ここまでの点差はちょっと予想していませんでした。そうですね、このサンデーカップの決勝といってもね、今年の決勝といっても過言ではないこの前回勝者の戦いです。14対4、今のですね、うん、つきましたね。そうですね、背中をついたポイントで、さあ画面右、長野雄大選手マッチポイント続きます。6対14、点差は8点。ここはうまく追いたがし切り直し、うん、譲りません。ただでは終わりません。ここからそうですね、うん、今みたいに本当にこうミスを誘って、しっかりと得点を重ねていってほしいなと思いますね、はい、いやー、ハイレベルな剣のせめぎ合い。ここも仕切り直しです。いやもうね、旗から見てる分にはわかんないんですが、あそこでね、戦ってる者同士のこの剣の動きの組み合いというのは非常に繊細なものがあります。うまく決めた。今のはどんな技でしょう。今のはこう、剣を後ろから回して相手の肩口を突くっていう難しい技なので、あれはやっぱ15本目で決めてくるあたりさすがですね。はい、ということで解説鈴村健太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ結果15対7、勝者は長野雄大選手となった今日のサンデーカップ最終試合です。さあ今日もご視聴いただきありがとうございました、勝者しました今日の最終戦、長野雄大選手お越しください。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます、はい、まあ、決勝という枠決め、まあ、そういった言い方はないんですけれども、事実上の、ね、サンデーカップの決勝ということで、前回勝って今日も勝利、今のお気持ち教えてください。まあ、そうですね、まあ、コツコツやってきたことが今日の試合でちゃんと出たんで、それで勝てたのは良かったなと思います。はい、はい、ということで、コロナ期間ね、本当に、まあ、今もコロナ期間なんですけれども、思うように試合ができない、大会ができない、まあ、黙々と練習やるだけというね、この中で協会がね、サンデーカップというものを作ってくれて、まあ、今日2連勝ということで一応トップということで決まりました、いかがですか。どのようにこの期間考えられてますか。はい、どの期間ですか。この大会期間から大会どのように考えられてますか。次の大会ってことですか。あれ、サンデーカップですね。ごめんなさい、ちょっと聞き方がね、はい、サンデーカップ、まあでも自分が当たってない選手もまだまだいるんで、自分は全然チャンピオンだと思ってないんで、はい、まあ、また次もしやる機会があったらまた勝てるように頑張りたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、今日勝ちまして、これから東京2020、もっと大きな目標個人であると思いますが、どのように考えてますか。そうですね、まあ、個人でオリンピックで優勝したいって言いたいところなんですけど、ポイント的にもう今団体戦にしか出れるとしても可能性はないんで、まあ、ひとまずその団体戦に出て、いい結果が出せるように頑張ります。またワールドカップまだ残ってるんで、そこで勝てるように頑張りたいです。はい、もちろん期待していいですね。はい、期待してください。はい、はい、ということで、今日の最終戦勝者長野雄大選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。